consumers spend more cautiously. This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンルンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。皆さんこんばんは。今日は9月16日木曜日です。ラジオをお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？では最初に今日お伝えするニュースの項目です。ユニチャームタイランド社が保健省に COVID-19 と戦うための医療器具及び日用品を寄贈しました。ナルモン・ピンヨーシンワット労働副大臣は、産業用ロボットと航空及び物流産業の促進を図る意向を示しました。 COVID-19 状況管理センター CCSA によりますと、タイが独自に開発している COVID-19 ワクチンジュラコブ19は、今年の年末から本格的な製造を開始できる見通しだということです。世界最大の旅行プラットフォームトリップアドバイザーによるトラベラーズチョイスベストオブザベスト観光地2021にバンコクとプーケットが挙げられました。では最初のニュースです。ユニチャームタイランド社が保健省に COVID-19 と戦うための医療器具および日用品を寄贈しました。アヌティン・チャンウィラ君副首相兼保健大臣は、先頃ユニチャームタイランド社の辰田義雄営業部長および同氏の部下らから日用品を受け取りました。この寄贈式には梨田和也駐タイ日本大使が証人として立ち会いました。これらの品々の受領に際し、アヌティン大臣は、タイ政府と日本政府は良い関係を維持している。タイはこれまでに日本政府からアストラゼネカ社製のワクチン105万回分を供与されている。タイはこれら日本政府からの善意と友情に大いに感謝している。タイ政府は COVID-19 感染により死亡する人や重体となる人の数を減らすため、タイで働いている日本人を含め全員にワクチンを接種するという方針を持っていると述べました。次に、ナルモン・ピンヨーシンワット労働副大臣は、産業用ロボットと航空及び物流産業の促進を図る意向を示しました。同副大臣は先頃、2022年から2027年に向けたターゲット産業での労働者開発計画及び職業訓練の成果を評価するとともに、今後の計画についての検討を行うため、ビデオ会議システムを通じて
ターゲットとしている産業用ロボットおよび航空物流産業、いわゆる S カーブ産業の労働開発および職業訓練に関する第4回小委員会を開きました。この会議では2つの産業の開発計画を推し進めることが決められました。その1つ目はロボット製造企業やロボットを利用している企業、それに自動化機械製造企業から構成される産業用ロボット産業で、2つ目は顧客サービス、分析と計画、倉庫保管と流通、購買物流技術、輸送産業から構成されている航空物流産業とされています。同委員会では今後この計画を推し進めるとともに、効率的な運用やタイの労働者に継続的な利益をもたらすことができるよう、新しい技能の習得や技能向上、技能の再習得などに取り組んでいる関係機関との調整を行うための実務者グループを指名することにしています。次に、 COVID-19 状況管理センター TCSA によりますと、タイが独自に開発している COVID-19 ワクチンチュラコブ19は、今年の年末から本格的な製造を開始できる見通しだということです。 CCSA はチュラコブ19の開発により、タイは ASEAN 初の国産ワクチン製造国になれるだろうとの見通しを示しました。外務省のナタパヌ・ノパクン副報道官は、チュラロンコン大学の医師や科学者の手により国産のワクチンが開発されていると述べました。このワクチンの開発は現在第3次の臨床試験に入ったところで、今年の年末または来年の早々にも有効なワクチンの製造を開始できるものとみられています。次に、世界最大の旅行プラットフォームトリップアドバイザーによるトラベラーズチョイスベストオブザベスト観光地2021にバンコクとプーケットが挙げられました。バンコクとプーケットはトラベラーズチョイスベストオブザベストの中でも観光客が訪れたい都市として常に上位にランクされている人気観光都市のカテゴリーで取り上げられました。また人気の体験というカテゴリーでは、観光客が本格的なタイ料理の作り方を学べるプーケットでの3時間のタイ料理教室ツアーが旅行者がおすすめする人気のアクティビティとして挙げられました。このほか、プライベートで水上マーケットとアユタヤ世界遺産を訪れる1日ツアーも人気ラグジュアリーツアーのカテゴリーで取り上げられています。今日お伝えしたニュースは次の通りです。ユニチャームタイランド社が保健省に COVID-19 と戦うための医療器具及び日用品を寄贈しました。ナルモン・ピンヨーシンワット労働副大臣は、産業用ロボットと航空及び物流産業の促進を図る意向を示しました。COVID-19 状況管理センター CCSA によりますと、タイが独自に開発している COVID-19 ワクチンチュラコブ19は、今年の年末から本格的な製造を開始できる見通しだということです。世界最大の旅行プラットフォームトリップアドバイザーによるトラベラーズチョイスベストオブザベスト観光地2021にバンコクとプーケットが挙げられました。以上、今日のニュースラジオタイランド、宮井義明でした。Yeah.
That concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.